続いてトゥデイズアイです。今年で9回目を迎える全米最大級の日本人の若手アーティストのための芸術祭、ジャパンアート祭りが先週末ニューヨークで行われました。イベントの一つなので、この日のために大体もう1年を通してジャムだけのために集中して練習しています。私たちも気合い入れてパフォーマンスさせていただきました。いつもやっているクラブとかバーみたいなと違って、こういう大きいシアターでお客さんがこう座ってでじっくり聞いてくれるっていうのをすごい感じたんで。先週末、ジャパンアート祭り、略してジャムがニューヨークで行われました。このイベントは3日間、合計16時間にわたり31組のパフォーマーたちが歌やダンスなどを披露する日本人若手アーティストによる全米最大級の芸術祭です。今年で9回目を迎えるジャム、毎年ニューヨークに日本文化を広げるとともに、ニューヨークで頑張る日本人アーティストたちにステージでパフォーマンスをするチャンスを与えてきました。ニューヨークってみんながやっぱり目標にしているところなんですよね。そういったこともありまして、日本からどん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 夢を持った方々が来ています。パフォーマーの方、申し込みは、確実に増えていると思っております。今年もヒップホップダンスやシンガーソングライターによる歌など幅広いジャンルのステージが繰り広げられ、これまで本格的なステージでパフォーマンスしたことのなかった若手アーティストたちにとって、その名を広める絶好の場となりました。でジャムに出て、やっぱりその声かけられたり、事務所の人に拾ってもらったりだとかあって、ライブする機会が増えましたよね、コンサートの機会が。そして今年はニューヨークを拠点に活動する日本人女性だけで結成されたパフォーマンスグループ、コブ組が特別ゲストとして参加。コブ組は去年日本人として初めて NBA の試合でパフォーマンスを行い話題を呼びました。ヨーロッパなど世界で活躍するコブ組によるダイナミックなステージが会場を盛り上げました。うちのカンパニーも前人未到で日本人初って言われる道をどんどん切り開いていこうとか活動しているので、若い人にもどんどん続いてほしいと思います。ぜひいろんな他の方たちのパフォーマンスも見れたのですごく良かったです。 Oh my god, it was incredible. It was so much fun. The performances were out of this world. This is probably the best Japanese event I've been to in New York City. 今年は3日間にわたって1000人が来場し、若手アーティストが繰り広げるパフォーマンスを楽しんでいました。今年ジャムの会場では東日本大震災のチャリティーブースも設けられまして、3日間で集められた義援金は被災地へと送られることになっています。以上トゥデイズアイでした。